三十回。違うか。これか。違うか。ちょっとダサいよこれ。私は着替えるね。あ、夜食買ってこようか。ああ、いや、大丈夫です。私らももう帰ります。あみちゃん、それもプリントアウトできるでしょう。え？何見てんの？あ！え？どうしますか？相沢さん？何その写真？相沢さん、これって。あみちゃん。それって…あ、やっぱりそうなんですね。え？え、何？私何も言ってないけど。何やっぱりって。どうしたの？これ、相沢さんのブラではないかと。え？え？マジで？確かに言われてみれば…嘘つけ、見たことねえだろ。あ、いや…あ、はい。すいません。なんで？間違いないと思います。相沢さんがこの間カラオケで回していたブラが。あー、何回してたって。何？いやいや、何でもないです。絶対何でもなくないよね。言って、何回してた。相沢さんとカラオケに行くと 40% の確率でブラを外してタオルのように回しながら歌うんです。はい、あのレゲエの時は必ず。レゲエ歌いたっけ私。そしてこれを多分帰り道に一人で歌いながらブラを回してスポ抜けて電線に引っかかったものと思われます。そうなんですか？それはただの推論だろ。覚えてない。てか、だから朝起きたらノーブラだったんだ。じゃあ絶対そうじゃん。すげえ。なるほど。あれ、相沢さん家ってどこでしたっけ？騒ぎになる前に俺取ってきてあげますよ。いや、来たら絶対殺害するから。てかもうなってるし。じゃあこれプリントアウトしてきます。やめろお前。資料です。